アボカド5個698円です。メルマガ掲載品です。1個あたりは 139.6 円。ペルー産です。ペルー産アボカドは他の産地のアボカドと比較してゆっくり熟す特徴がありますとのことです。ヘタ付きを選べば中が黒ずんでないっていう情報もいただいたので確認して買いました。カルビーのジャガイモ548円です。佐賀県産です。品種はポロシリ。小さいのは 85g、大きいのは 145g で18個入っていました。茨城県産のトウモロコシ4本399円です。袋に自分で選んで詰めるのは苦手なんですけれども、どれも綺麗なトウモロコシだったので迷うことなく手前から取って詰めました。皮は薄いのを残して剥きます。洗ってからラップで包み、電子レンジ600ワットで5分加熱します。テレビで見た方法ですけれども楽ちんですし美味しいです。佐賀県産の玉ねぎ 5kg 698円です。300グラムくらいのものが16個です。熊本県産オクラ 400g 399円です。全体的に少し黒ずんでますけれども、すぐに調理するので許容範囲です。46本でした。網を使うと板ずりが簡単です。岩手県産天然水トマト 1kg 698円です。いつもより100円くらい安かったんですけれども、ちょっとね元気な下げです。ヘタの感じからちょっと古い感じがします。ヘタは取って保存します。全部出して点検します。シワシワのが2個あったので、これは先に食べちゃいます。ミニスイートパプリカ、フルーツパプリカですね。680g、998円です。黄色、オレンジ、赤の3色。小さいのは 24g、大きいのは 43g、22個入っていました。原産国は岡山県。小さくて使いやすいですし、国産なので気に入ってます。北海道産ズッキーニ 1kg 498円です。私の手より大きいものは買わないようにしていますが、今回のは大きいですね。新聞紙で包んで野菜室の温度が高めの位置で保存しますが、すぐに使わないなら冷凍がおすすめです。カクテルキュウリ 670g 598円です。原産国はアメリカです。チクチクなしのつるんとしたミニキュウリです。長さは9センチから12センチくらいです。日本の一般的なキュウリとの特別な味の違いはわかりません。みずみずしいキュウリです。豆腐バーを食べやすい大きさに切り、カクテルキュウリを乱切りにして食べるラー油をかけましたが、辛くて家族には不評でした。ポン酢とごま油とすりごまをかけるだけでも美味しいです。トマトメドレー 908g 899円です。原産国はアメリカ。6種類くらい入っててカラフルで映えるんですけれども、なんだかんだ赤いトマトが好きなので久しぶりの購入です。そしてカビててショックです。紅甘いも丸干し干し芋 250g が3パック2198円です。SNS で人気になり品薄だった商品だそうです。青果コーナーにありました。1パックあたりは 732.6 円。干し芋ってちょっと贅沢感ありますよね。製造所は記号なので分かりませんが、さつまいもは国産です。賞味期限は11月15日です。約2ヶ月半です。まるであんこのようにねっとりと柔らかいので袋からは出しづらかったです。見た目は焼き芋です。丸ごとの干し芋って初めて食べたんですけれども、切り干しのとはもう別物ですね。ものすごく柔らかくてとろっとしています。甘くて美味しいです。もうね、人気のわけが分かりました。とにかく美味しいです。トースターで温めてみたらさらに美味しいです。家族も絶賛です。アイスに添えても良さそうですね。これは本当おすすめです。
開封したら1本ずつラップで包んで冷蔵か冷凍しますが、あっという間に食べきるので保存の必要はなしかと思います。クレープにバニラアイスと一緒に巻きました。マイクロリーブスセレクト 100g 入り1298円です。スプラウトのセットですね。原産国はイスラエルです。真ん中から豆苗、ルッコラ、桜ラディッシュ、ブロッコリー、レッドソレル、ピンク茎大根、レッドマスタードの7種類です。結局混ぜちゃうんですけれども、いろいろあると華やかですね。ミックスリーフより使いやすそうです。綺麗ですから洗わずに使えるかもと思ったのですが、洗ってくださいと書いてあったのでささっと洗いました。ペーパーでしっかり水気を拭いて使います。この豆苗だけは生だと青臭くて苦手です。熱々のラーメンやカレーにのせました。他はちっちゃくてもマスタードっぽかったりと特徴がありますが、美味しくて映えるのでサラダにしがいがあります。意外にたっぷり詰まっていましたので、もうガンガン使っていきました。でもギュッと詰まってるので食べても食べても減りません。傷んでいるものもなく大活躍でした。先週ご紹介しました豆腐バーに鉄砲串を刺します。サムジャンとマヨネーズを1対1で合わせます。豆腐バーにマヨサムジャンを塗りつけます。冷凍チーズもあったのでパラパラとかけました。オーブントースターで5分ほど焼きました。マイクロリーブスをたっぷりとトッピングします。豆腐バーのマヨサムジャン焼きです。タイ産マンゴスチン1098円です。10個入っていました。重さは 60g くらい、直径は 5 センチくらいで、こういう形のコマもあったっけねと懐かしさを感じる見た目ですが、日本への輸入は今年解禁されたばかりです。食べ方は中心部を上下から挟むように押すと、殻というか皮がパキッと割れます。中はみかんの房のようになっているので取り出して食べます。包丁では地球でいうところの赤道部分にぐるっと切り込みを入れてからねじると、綿花のような可愛らしい姿になります。和菓子っぽい雰囲気もあって映えます。プラムに似た種もあるので少し食べづらいところもあります。ライチに似た味とも言われていますが、桃のような甘さもあり、尖ってないフルーティーな酸味もほのかにあってとても美味しいです。果肉は少ないですし少しお高いですけれども、果実の女王と呼ばれるだけあるとは思います。期間限定なので見かけたら食べてみてほしいです。おすすめです。ネットごとポリ袋に入れて野菜室で保存してみました。2日後には内側に水分がついたので一度袋を交換しています。あまり日持ちしないとのことですが、これは5日経過していますが問題ないです。皮が傷んできたので切ってみたら身もトロトロです。ギリギリ食べられたって感じなので1週間が限界っぽいです。長野県産カットしめじ 600g 298円です。石突きがカットしてありバラバラです。ジッパー付きバッグで使いやすいですし、このまま冷凍もできますけれども、ほぐしてから冷凍した方が使いやすいです。カルビーのじゃがいも 3kg 698円です。北海道産で品種はアンドーバーです。大きいのは 175g、 小さいのは 86g、 24個入っていました。青森県産シュガープルーン1080円です。フレッシュなプルーンが手に入る期間は短いので購入しました。45mm、30mm くらいの卵型、5個で 150g です。シワが入ったところが食べ頃だそうですけれども、もう早速食べてみました。当たり前ですけれども、ドライプルーンのような甘さはなく、ほんのり酸味があってみずみずしいです。食感はねっとりです。ぶどうのようにささっと洗ってパクッと食べてもいいんですけれども、細長い種があります。
味は薄めなので冷やした方が美味しいと思いました。家族は微妙でしたけれども、生ブルーならではの味わいを楽しみたいと思います。シワシワになった方が甘みが増すらしいので待ちます。宮崎県産洗いごぼう 400g が2袋498円です。メルマガ掲載品です。3本入りが2袋です。カンパリトマト 908g 998円です。原産国はアメリカ。糖度が高くジューシーさが特徴です。フサ取りのトマトは完熟、鮮度を保つためにフサのままパック詰めしているそうです。でもこのままだとヘタのあたりからカビちゃいますので、最初に全部外して洗っちゃいます。水分を拭き取ってからコンテナにキッチンペーパーを敷いて並べて、野菜室と冷蔵庫に入れます。野菜室の方を先に食べます。諸説ありますけれども、私は甘さ保持よりも日持ちを優先します。4センチくらいのものが18個入っていました。オーガニックバナナ 1.36kg 328円です。メキシコ産です。今回は9本です。久しぶりにオーガニックが入荷しました。いつものデルモンテガテマラさんと同じ値段だったのでこちらにしました。アスパラガス 450g 698円です。秋になったのでオーストラリア産です。ものによりますが、これは18本入っていました。アスパラは太い方が柔らかくて細い方が味が濃いそうです。ミニスイートパプリカ 680g 598円です。メルマガ掲載の特別価格は10月12日までです。赤、黄、オレンジの3色の彩りも綺麗ですし、一般的なパプリカより小さくて使いやすく甘みもあるので気に入っています。カナダ産です。このジッパー袋のまま野菜室に入れていても2週間ぐらい持ちました。ちなみにポピュラーな6玉は998円、ロングスイートパプリカ 908g は798円です。和歌山県産の種なし柿998円です。メルマガ掲載の特別価格です。 230g くらいの柿が9個入っています。1個あたりは 110.8円。保存は長く持たせたいなら、額に濡らしたキッチンペーパーを当ててラップします。そのままラップしたのと、何もしないでポリ袋に入れたものの3通りの保存方法で野菜室へ、時間差で楽しみます。そのままでも甘くて柔らかくて美味しいのですけれども、サラダにもおすすめです。カットしてから砂糖水に10分浸せば変色が防げます。やめみかん 2kg 特別価格の598円です。カビてるものが多かったので迷いましたが、良さげなのをもうね一生懸命探してきました。 90g 前後のみかんが20個入っていて、1個だけ傷んでいましたが許容範囲です。ファーマインドレモン8玉698円です。原産国はチリです。小さいのは 105g、 大きいのは 142g です。乾燥しないように紙からプテ包んでジッパーバッグに入れて保存します。有機ラディッシュ 500g 399円です。福岡県産です。甘酢につけようと思ってます。ファーマインドのバナナ2房268円です。このパターンは私は初めてで、最初1房で268円かと躊躇しちゃいました。原産国はフィリピン。黄色いのとまだ緑のを買ってきたんですけれども、黄色い方は4本で 635g、 緑は5本で 453g。 なんかね、損したような悲しい気持ちになりました。両手で持ってもね、明らかに重さが違うんですけれどもね、気づかなかったですね。さらに他の倉庫では2房208円だったとも聞いたので、もうね2度目の悲しい気持ちになりました。雪国エリンギ 500g 特別価格の298円です。新潟県産です。山形ラフランス 2kg 1080円です。メルマガ掲載の特別価格で11月12日までです。今年のは見た目がいまいちなような気がしますが、それでも美味しいはずなので買いました。ヘタの周りが柔らかければ食べ頃ですが、
まだちょっと硬いかな。白菜1玉228円です。先週の半額くらいになっています。ちなみにキャベツは2玉で248円でした。ごぼう3本入りが2袋438円です。メルマガ掲載の特別価格で11月16日までです。鹿児島県産です。長さは50センチです。アボカド6玉899円です。メキシコ産です。メルマガ掲載の特別価格から完熟なのでさらに100円お安くなっていました。思ってたよりもかなり柔らかいので熟しすぎ感あります。それでですね、この後切ってみたんですけれども腐ってました。白ネギ 1kg 568円です。茨城県産です。長さは47センチ、直径1センチくらいの細めで12本です。キャベツ2玉298円です。宮崎県産のピーマン 500g 359円です。12個入っていました。デルモンデのバナナ 1.36kg 338円です。グアテマラ産です。ようやくいつものに戻りましたが10円上がってますね。今回は8本です。茨城県産のレンコン 1kg 528円です。メルマガ掲載の特別価格は11月26日までです。有機栽培の小松菜198円です。茨城県産です。さつまいも紅はるか 1.5kg 特別価格の598円です。宮崎県産です。入り数はまちまちですがこれは6本です。北斗きのこセット4種類が2つずつ899円です。ブナシメジ、霜降りヒラタケ、マイタケ、ブナビーがそれぞれ2つずつ入っています。箱も可愛いですね。積み上げて使えるそうです。フリルレタス2袋入り498円です。今回のは鹿児島県産です。雪国エリンギ 500g 特別価格の298円です。新潟県産です。美味しい発芽大豆 150g が3パック598円から100円オフは12月24日までです。メルマガ掲載品です。気に入っているので2パック購入しました。製造は愛知県、賞味期限は来年の5月です。約5ヶ月です。